エトラちゃんは見た。私はカリン、市内の大学に通っている2年生。勉強にサークルにと割と忙しくしているが、それと並行してアルバイトもしている。いらっしゃいませ。このアルバイトというのがなかなかに大変。お待たせしました。でさあ、イチャついてる学生カップル発見。ドリンクバーで粘ってる感じね。まずいな、こうなるとちょっと面倒なのよね。というのも、こういう光景を打滑のごとく嫌う人がうちの店にはいるのだ。それが店長、休憩入ります。あの、店長、クソ学生どもが俺の店でイチャつきやがって。学生なら学生らしく勉強しとけよ。何のために親に高い学費払ってもらってんだ、クソ。あちゃあ、またか。この人は立花さん。亡くなったお父さんからこの喫茶店を引き継ぐ形で20代という若さで店長をしている。料理の腕はいい。だが見ての通り、大学生が嫌いという欠点がある。大学楽しい。本人が高卒ということもあり、キャンパスライフを謳歌している人間を見るとひがみ根性が爆発するのだ。かくいう私も雇われて最初の頃はバチバチに嫉妬の視線を向けられていた。じゃあ今はどうかというと。店長、店長。くそ、だいたいなんで喫茶店にドリンクバーがあるんだよ。ファミレスじゃねえんだからよ。おかげで金はねえけど暇だけはある。クソ学生どもが吹き溜まる一方じゃねえか。いつか撤去してやる。休憩取りたいんですけど。いや、今はまずあのクソ学生カップルをどうするかだ。おーい、よし、追い出そう。そうしよう。ドリンクバーの回し飲みとか冤罪ふっかけて。店長、なんだカリンか、大声出すなよ、びっくりするだろう。なんだよじゃないでしょう。休憩取らせてもらいますから、私が休んでいる間しっかり働いてください。なんでバイトのお前が店長である俺の尻を叩くんだよ。労働者と雇用主が対等で結構なことじゃないですか。それに店長、不愛想とこわもてとコンプレックスのせいで私以外のバイト居つかないでしょ。お店の生殺与奪の剣は私が握っていると言っても過言じゃありません。いや、過言だろ。聞こえない。休憩入ります。大学生が。とまあ、このように立花さんは強く出られるとめっぽう弱い。理不尽を押し通す力が皆無なので、私にパワハラとかできないのだ。ま、根はいい人なんだけどね。本気で雇用関係を盾にしてくることもないし、高卒コンプレックスさえどうにかなれば私以外のバイトも居つくようになるんだろうな。そんなことを思いながら働いていたある日のことだ。うちのお店に彼女たちが来店してきたのは。いらっしゃいませ。すみません、2名で。かしこまりました。じゃあこちらのお席にどうぞ。はーい。いいお返事だね。はい、メニューどうぞ。でもこのお母さん、とても疲れて見える。髪の毛はボサボサだし、女の子の方はお母さんと比べたら栄養状態は良さそうだけど、服がちょっと汚れてる。あまり裕福って感じはしないな。何かあったのかな。あの、すみません、注文いいですか。あ、はい。このお子様ランチとドリンクバーを一つお願いします。え、お母さんは頼まないの。ええ、私はもう食べたから。とてもそうには見えない。多分注文するお金がないんだ。そんなことを思いながらも私は注文を受けた。店長、注文です。聞いてたよ。あの、お母さんに何か一品サービスするっていうのは。そんなことして何になる。え、確かにあいつらはどこからどう見ても金がない。だがな、そこで支援するのは俺たちじゃなくて国の仕事だ。第一、今この瞬間だけ助けたって意味ないだろ。それとも今後一生あいつらに一品無料で提供し続ける気か。わかりました。その後、店長は注文通りのお子様ランチを作り、私はそれを席に持って行った。お待たせしました、お子様ランチです。わー、お姉ちゃん、ありがとう。あとね、あとね、ここのジュースすっごい美味しいよ。ジュースもね、コーラもね、そう、それはよかった。このお子様ランチも美味しいよ、食べて。うん、いただきます。美味しい。よかったね、ゆりちゃん。
このお店久しぶりに来ましたけど、昔と雰囲気も値段設定も変わってなくて助かりました。え、前も来たことがあるんですか？ええ、両親と一緒に。あの頃は私も子供で、あの時のお子様ランチは美味しかった。お母さん。ん？はい、あーん。ゆり、お母さんはいいよ、ゆりが食べて。でも、お母さん、昨日も食べてなかったのに。じゃあ、一切れだけもらうね。はい、ありがとう。もう、これでお腹いっぱい。本当？うん。店長、何だ？この店って、いつからやってるんです？俺の親父とおふくろが始めて20年ぐらいだ。ご両親の時代なら、ああいうお客さんがいた時どうしましたかね？そうな、今確かなのはそのご両親とやらがどっちも死んじまってるってことだけだ。そうですか。お母さん、このオレンジジュース甘いよ、飲んで。ゆり、気持ちは嬉しいけど、ドリンクバーでの回し飲みはいけないことなの。お店から追い出されちゃうわ。お、ごかり、何しやがる。あー、わけって店長の目がしばらく見えなくなっちゃったな。あー、困ったな。今ならお客さんが回し飲みしてもわからないな。困ったな。本当だ、甘いね。でしょ。なあ、もうやめろ、バカ大学生。こんなことしなくたって、ちょっとの間目はつむっといてやる。店長。でも勘違いするなよ。ドリンクバーぐらいならそこまで懐が痛まねえってだけだ。こんなの真の意味での支援じゃねえ、単なる自己満足だ。俺とお前のな。それはそうですけど。店長。なんだよ。そういえば一度も聞いたことなかったですね。店長に昔何があったのか、どうしてその若さで店を継ぐことになったのか。大した話じゃねえよ。よくあることだ。喫茶店をこしらえて幸せの絶頂だった両親の間に俺が生まれた。でもお袋は産後の日立ちが悪くてそのまま亡くなっちまった。親父は男手一つで俺を育てた。店を何度か潰しそうになりながらも必死でこらえつつな。そんな親父も俺が高校の頃に死んじまったよ。親父！だから大学には行かなかったんですか？ああ、行きたかったけどな。進学しないとなれば当然就職しなきゃならねえ。まだガキだった俺がこの店を継ぐのなんて現実的に考えて無理がある。それでも継いだ。この店は両親の大事な遺産で、思い出だったから。周りの人から助けは？なかったよ。ガキの頃から困窮してたが、親戚が手を貸してくれたことは一度もなかった。全部一人でやったさ。一人でもがいて、時には騙されて、それでももがいてようやくここまでこぎつけた。騙された。その中で高校の頃の同級生と会うこともあってな。あいつらは楽しそうに大学生活を謳歌してた。だから大学生が嫌いなんですね。羨ましくなるからですか？そうだ。それで自分がふと惨めになるからだ。だがよ、俺は店を継ぐことを選んだ。その程度のことでブレちゃならねえ。ブレねえためにはどうしたらいいと思う？どうしたんです？自分の人生に納得するのさ。俺だけが不幸じゃねえ。人間みんな不幸なんだと。あの親子を見て最初手を差し伸べなかったのも同じ理由ですか？かもな。俺と親父は誰にも助けられなかった。それが世の常だ。そうじゃなければ惨めになる。納得できねえ。だから。店長、この店で一番量の多くて美味しい料理を作ってください。あのお母さんに。お前、話聞いてたか？私が彼女におごります。それなら店長の懐も痛みませんよ。店長。料理中に話しかけんな。店長の言うこともわかります。私も同じ立場だったら同じようなことしてたかもしれません。でも今の私はこう思うんです。店長のこと助けなかったやつらに店長のスタンスが縛られるのってなんかムカつく。そういやよ、お前なんでうちの店でバイト始めたの？覚えてないんですか？でさ、あの教授がさ、わかる。うるさいな。お客さん、
騒ぐようなら外でやってくれ。他の客に迷惑だろう。すみませんでした。ドリンクバーだけで長居しやがって。マジで撤去してやろうかな。あの、うん、いえ、ありがとうございました。私のためですよね。いや、ちげえよ。単にうるさかったから追い出しただけだ。俺はこの世で大学生が一番嫌いなんだ。お前受験勉強してんの？あ、はい。そのうちは小さい兄弟が多くてあまり集中できなくて。でもこの人大学生嫌いって言ってたし、大学受験の勉強なんかしてたら私も追い出される？ま、頑張れ。え？いいんですか？大学に入りてえって気持ちはわかる。悔いの残らねえよう精一杯やれよ。その代わりくだらねえ学生になるんじゃねえぞ。店長、実は私あの時の言葉に結構救われたんです。おかげで悔いの残らないように勉強に打ち込めました。おかげで第一志望にも受かれました。あの言葉が店長の自己満足だったとしても私は確かに救われたんです。料理できたぞ。はい。大学生がよ。お待たせしました。私頼んでませんけど。サービスです。実はお客様で開店1万人目でして。でも、おお、そうだ、そんなわけねえ。店長、うちはそんなサービスしてねえよ。料理には金を払ってもらわなきゃな。なあ、あんた今仕事はしてんのかい？元はデザインの会社に勤めてたんですが、今は不況の煽りを受けて失職中です。だからお金もなくて、アパートも来週で追い出されることに。親は頼れねえのか？昔この店に一緒に来たと言っていたが。私が高校生の頃亡くなりました。親戚はいません。旦那もこの子が生まれた時に。そうか、じゃあこの店で働きな。え？もちろん永久にここで働けとは言わねえ。転職活動も並行してやってくれればいい。まかないは出す。今住んでるところの家賃もきついとかなら部屋も貸してやる。この店の隣が俺の家だ。部屋が余ってたところでな、掃除ついでに住んでくれたらむしろ助かる。どうしてそこまで？自己満足だ。悔いを残さねえためのな。店長、その後お母さん元井あざみさんはこの店で働き出した。お待たせいたしました。ありがとうございました。真面目な性格で物覚えも良かった彼女はあっという間に仕事を覚えた。住む場所についても立花さんの家を問題なく利用。あざみさんの娘のゆりちゃんもすぐに新しい環境が気に入ったらしかった。そのうちあざみさんは近所のデザイン会社への再就職が決定。ゆりちゃんの学費も払えるようになり、やがてまた親子2人で暮らし始めた。そして現在。よし、とりあえず一通りの仕事内容は説明したわね。何かわからないことはあった？いえ、大丈夫です。それにしてもこの店も随分お客さんが増えましたね。もともと店長の料理の腕が良かったからね。それに加えてほら、デザインに詳しいあざみさんが PR とか頑張ってくれてたから。確かにホームページとか SNS 戦略とか当時はいろんなことしてましたよね。そうそう、その時のノウハウを生かして堅実にやってきたらここまでビッグになったってわけ。ま、さすがに2号店とかは出せないけどね。いいじゃないですか、むしろこだわり感じます。ところでかりんさんって仕事中は店長のこと名前で呼ばないんですね。ええ、立花くんって呼ぶのは家でだけよ。プライベートでイチャついてる分職場ではしっかりしなきゃね。立花くん、かりん。いいですね、夫婦で切り盛りする喫茶店、仲いいな。本当に私が加わっても大丈夫ですか？もしかしてお邪魔虫だったり？大丈夫よ、だってあなたは家族みたいなものだし。そうでしょ、ゆりちゃん。そう言ってもらえると嬉しいです。でも強引やのごとしね。あの小さかったあなたが今は大学生だなんて。ですね、おかげさまでここまで大きくなりました。おい、ゆりちゃん、おしゃべりもいいが料理できたぜ。運んでくれ。はい。子供の成長は早いな。そうね。ところでここ最近あなたの大学生嫌いもなりを潜めてるわね。どういう心境の変化？単純だよ。俺は今の人生に納得してんのさ。お前のおかげだ、かりん。どういたしまして。
び、チャンネルでメンバーシップの解説をすることにいたしました。まだまだ実装するコンテンツは少ないですが、今後増やしていけたらと思います。メンバーシップ特典としては、コメント時に使えるカスタム絵文字と名前の横にメンバーバッジが表示されるようになります。カスタム絵文字は随時追加予定です。また過去にコミュニティで投稿したイラストを置いたり、秘蔵のイラストが投稿されることも。こちらは月額90円でご利用ができます。気になったら入ってみてくださいね。ご視聴いただきありがとうございました。大学に行きたかったけど家庭の事情で進学できなかった、そんな経験をしているからこそ学生の本分である勉強をおろそかにしているのは許せないんでしょうね。今回のように困っている人がいたとして、一時的に支援することはできても根本的な解決にはならない。悲しいことですが、それが現実ですよね。そんな人が救われる国に、世の中になってほしいものです。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでもいい方向に向かってよかったと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。